ラジオドラマで聞く名作文学。未見弱、未見弱や。何母さん。何じゃないよ、まったく。お前と来た日には15にもなって毎日フラフラと。父さんが生きてらしたらきっとお嘆きだよ。え、僕に父さんがいたの？そりゃいたさ。殺されてしまったけどね。え、殺された？誰に？し、声が大きいよ。どこで誰が聞いてるか分かったもんじゃないからね。まあそこへお座り。少年の名は未見弱、いわゆる無頼の徒である。畑仕事もせず、毎日喧嘩と賭け事に明け暮れていた。いいかい、未見弱、今まで黙っていたけれど、お前の父さんは天下無双の刀工だったんだよ。刀工？剣を鍛える人だったって知らなかった。刀鍛冶の道具も何もみんな生活のために売り払ってしまったけどね。それで父さんは一体誰に殺されたの？そう、あれは今から18年前のことだった。思い出すのも忌まわしい。魯迅作、故事新編より。中堅。王よ、お呼びにより参上つかまつりました。おお、官将、よく来たな。どのようなご用向きでしょうか？まあ、奥の間に入れ。ここでは人目もあってはばかられる。御意。さて官将、お前に見せたいものがある。これだ。これは青く透き通る鉄とは。さすがは三国一の刀工、これの値打ちを一目で見受けおった。王よ、これをどこで？まあそう焦るな。実はな官将、この不思議な鉄の塊は土中から掘り出したものではない、天から降ってきたものなのだ。天から？官将、王の命令だ。この鉄で剣を鍛えよ。天から授かった青い鉄にお前の腕さぞや名剣になるであろうな。しかしこのような鉄、どのように鍛えればよいものやら。それよ、お前にしか頼めぬ。天下無双の匠たるお前にしかな。御意にやってくれるか？はあ、命に代えましても。なんという粘りだ。長いこと剣を鍛えているが、こんな鉄は初めてだ。あなた。バクヤ、ここへは来るなと。あなた、もう何日も。お願い、あまり根を詰めないで。わかっている。だが俺も匠の端くれだ。こんなすごい鉄を前にして、逃げるわけにはいかない。あなた、せめて少し眠ってください。何か召し上がってください。出ないと。ああ、わかっている。わかっているよ。だがもう少し、もう少しなんだ。あなた。あと少し、あと少しだ。天下無双の剣が。あなた。できた。あなた。バクヤ、お前には本当に苦労をかけたな。3年の間というもの、この剣にかかりきりで
他の仕事を全部断ってきたからな。でもその苦労も今日で報われたのですね。ああ、だがあなた、バクヤよ、俺はこれからこの剣を王に献上に行く。だがもう二度と戻っては来れぬかもしれん。お前もあの王の気性は知っているだろう。腹黒く嫉妬深い。あなた、もし俺が戻らぬ時のため、お前とお前の腹の子に頼んでおきたいことがある。よいな。はい。待ちかねたぞ、干渉。剣が仕上がったそうだな。御意に、我が王よ。見せてもらおう、三年もの歳月を要した技物。おお、これはまた見事な。刀身が青く透き通って。その輝きを損なわぬために苦労いたしました。三年待った甲斐はあったというものだな。さてと、この剣の切れ味を試さねばならぬが。お、王よ、何を。許せ、干渉。ほう、人たちで首が落ちよったわ。さすがは天下無双の刀工干渉。その期待試験もまた天下無双。その天下無双の剣を再び鍛えられては困るのだ。この剣は未来永劫わしだけのものだ。なんとひどな、許せない。未見弱、父さんの遺言です。よくお聞き。はい、母さん。父さんは最後にこう言い残しました。バクヤよ、お腹の子がもし男の子であったら、その子が15になった時、渡してほしいものがある。はい、あなた。頼んだぞ。お前たちにこれを託す。これは。それは一体何なんです、母さん。父さんから託されたものって。これです。ほどいてごらん。これは剣。透き通った青い刀身。これはまさか。出立の前、お父さんはこう言いました。完成した剣は陰陽一対。王には陰の剣だけを渡し、陽の剣はここに残す。もし俺が帰らぬ時は、その陽剣で俺の仇を討ってほしい。わかりました。そんなことが。未見弱、お前も男ならわかっているね。はい、母さん。非道の王を打ち果たし、父さんの仇を討つまでは戻りません。見つけたぞ、王名。今こそ父の形見のこの要件で。バカ者。何をする。離せ。いいから、こちらに来い。離せ。邪魔をするな。俺に父の仇を討たせろ。討たせてくれ。落ち着け、未見弱。なぜ俺の名を知っているとも。
お前の父とはゆかりのものだ。俺もあの王には恨み骨髄でな。父を知っているという、あなたは一体誰なんです？上から下まで黒い男であった。黒い頭巾をすっぽりとかぶり、わずかに覗く顎のあたりにはまるきり血の毛がなく、さながら生ける死人のようであった。俺のことなどどうでもいい。お前のやり方はあまりに拙い。あれでは王に近づく前に側近たちに切り刻まれてしまうぞ。どうすれば？夜を待とう。未見尺、お前は亡き父から託された要件を持っているな。ああ。父の仇を討ちたいか？当たり前だ。王の警護は固い。お前は殺気だらけだし、剣の腕は拙い。おそらく王に近づくことさえできないだろう。どうしろというのだ。干渉の子、未見尺よ。お前には命を捨てる覚悟があるか？あるとも。その言葉に嘘はないか？ない。男子に二言はない。ではその要件を俺によこせ。え？でも。いいから。父の仇を討ちたくないのか？この輝き、確かに本物だ。その剣を知っているのか？ああ、誰よりもな。この剣はあまりに切れ味鋭くてな。切られたものは切られたことにさえ気づかん。つまりしばらくは生きている。それを利用するのだ。え？許せ、未見尺。王よ、奇妙な男が参っております。王に目通りを願いたいと。何？どんなやつだ？全身黒ずくめの勇気のような男です。一振りの剣と血まみれの包みを持ち、王にはただ王を仇と狙う干渉の息子の首を持参したと、それでわかると申しております。何？干渉のせがれじゃと？わかった。会おう。どうすがよい。お前か。干渉の息子の首を持参したと申すわ。御意にございます、王よ。息子の首などに興味はないが、お前が持っているという剣には大いに興味がある。見せるがよい。いや、よこせ。それは構いませぬが、一つ頼みたいことがございます。なんじゃ、申してみよ。あそこにある大金屋を広間の中央に移し、中いっぱいに湯を沸かしていただきたい。その湯煙の中で剣の真贋を確かめていただきとうございます。わかった。おい、言われた通りにしろ。はい。煮えたぞ。さあ、わしの剣と一対というもう一振りの剣を見せよう。御意。おお、この青い輝き、間違いない。おい、お前、この剣をどうして？お忘れか？貴様はごめん。おお、狼藉者。おのれ。
とばかりやったな。もう遅い。さあ眉間尺よ、王の首はカナエの中だ。今こそ父の仇を討て。おのれこさくだ。父の仇、覚悟しろ。二つの首は煮えたぎるカナエの中で激しく噛みつき合った。そこだ眉間尺、頑張れ。旗色が悪いな、気迫が足りんぞ。おのれ、狼藉者を逃がすな。矢など何本いかけても無駄なことよ。何しろこの俺はとっくに死んでいるのだからな。不死身か。だがさすがにこの体もそろそろ限界だ。どれ眉間尺、今からこの俺も加勢するからな。そう叫ぶと黒い男は要剣を抜き、自らの首をカナエの中に立ち落とした。今こそ思い知れ。黙れ。なんたる面妖な。三つの首は文字通りの三つどもえとなり、熱湯の中でクンズホグレッツ激しく戦った。死闘はいつ果てるともなく続くかに見えたが、やがて力尽きた王の首はカナエの底に沈んでいった。それを見届けた残る二つの首は満足げに、やったな眉間尺。はいお父さん。やがて二つの首もまた不気味な笑みをたたえたままカナエの底へと沈んでいき、おおよ、なんというおいたわしい姿に。カナエの底から引き上げられた三つのドクロはまるで区別がつかず、やむを得ず首のない王の体とともにまとめて棺に収めるしかなかったという。聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。